車線逸脱防止支援システムの概念図。走行中のフラつきをフロントのカメラによって検知すると警告音やステアリング制御を行うことで車線維持を支援する。車線逸脱防止支援システムの表示の例。車線逸脱防止支援システムは自動車が走行中に車線を逸脱することを防ぐ機能の総称である。車線逸脱警報は車内に設置されたし、 MOS や CCD カメラ画像を元に車線を認識し、方向指示器を操作されないまま車線を逸脱しそうになると警報音を鳴らしディスプレイに表示するなどしてドライバーに知らせる機能である。レーンキープアシストはアダプティブクルーズコントロールと基本的に一緒に使用されるもので電動パワーステアリング作動中適切なトルクを発生させるなどのステアリング制御を行い、 車線維持をアシストする機能である。これにより軽いステアリング操作で車線位置走行が可能となる。車線逸脱を検知した時のみ機能するタイプと積極的に車線維持を行うタイプがある。日本で販売されるレーンキープアシスト機能は国土交通省の定める車線維持支援装置の技術指針に適合しており、下記の要件がある。ドライバーが機能をオン。 オフできるスイッチを備えていなければならない。また、エンジンをかけた直後はオフでなければならない。システムの作動加減速度が時速6 5トル以上であること。これは、高速道路、自動車専用道路を対象であることにより、一般道の法定速度時速6 0トルより高い数値に定められている。各社の加減速度は時速6 5トルで統一されている。 機能の作動状態がメータなどで常に表示されること。各社もにメータ内のディスプレイ上に白線やハンドルのデザインの表示を行っている。カーブ半径が1000メートルよりも急な道路まで作動可能な機能はハンドルから手を離した場合に機能を停止させること。トヨタ・ホンダ・フォルクスワーゲンではこれに該当する。車線逸脱防止支援からさらに進んで、 車線位置支援機能を備える車も増加している。カメラにより白線を認識して車線の中央を走行する要常自ステアリング制御を行うものである。高速道路のように白線が明確に認識でき、カーブ半径が大きい状況ではほぼ車線の中央を自動で走行し続けることができる。白線の認識ができない場合でも前走車を認識して自動追従するように ステアリング制御を行う機能を持つものもある。さらに一部の車種では、複数車線を持つ自動車専用道路において、ターンシグナルランプを点灯すると自動で車線変更を行うことができる。ステアリング制御中は手放し運転が可能であるが、安全のために一定時間を経過すると、ハンドルを持つように警告が表示され、さらに手放し運転が継続すると支援機能は停止する。 日本の国土交通省は国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムが策定した車線維持支援機能に関する国際基準を導入しており手放し運転をすると15秒以内に警告され65秒以内に支援機能が停止するとされている。なお、テスラのように日本の形式認定を取得していないモデルはこの基準に沿っていないため さらに長時間の手放し運転が可能となっている。また一部メーカーの車種においては、ステアリング入力ではなく、運転手の視線をカメラでモニタし、前方を注視しているかで、支援機能継続の判断をするものもある。現在ドイツが主導となり、ISO 規格化が進められており、レーンキーピングアシストシステムは、この議論で用いられる一般名称であり、 各社は以下の名称を使用している。ルコスの秘密、日産、テクノロジー、トップ車両搭載技術インテリジェント LI。2020年6月18日閲覧。カメラにより安全な車線維持を、サポート自らの道を、それることなく、レーンデパーチャーウォーニング。ありがとうございます。